その、これまで、そのスマホ以前はパソコンを使わないとインターネットアクセスできなかったじゃないですか。だから、それなりにその、リテラシーが高いというか、そういった人しかいなかったし、だから女の子がやっぱり極端に少なかったですよね。だから、マッチング、僕らの世代でマッチングアプリっつったら、もうとんでもねえ、なんか、こんなの実社会で会ったことねえよみたいな女が、なんか、ドアの前に立ってるみたいな。いや、僕はその当時からまあまあ有名だったんで、マッチングアプリもちゃんと使ったことないんですけど、すごいっすよ。その、僕の友達が、その、マッチングアプリを使った話をすごく聞くんですけど、いや、もうなんか、ハチ公前でこう待ち合わせしたら、とんでもねえ女が立ってて、そのままそっと、その場を去ったみたいな。相当ひどいのが来たんだろうなとか。写真と全然違う人が来て、まあ逃げたって。写真と全然違うとかいうレベルじゃなくて、もう人間かみたいな。昔ね、テレクラにはね、そういう人山ほどいて、怪物がいるみたいな感じでしたけど。いや、だから初期のマッチングアプリも怪物のや館みたいな感じああ、だった。そう。らしいですよ。僕は使ったことないですけど。だから最底辺の人の売春ツールみたいになってたってことですか？そうですね、最初あの頃。あ、たね。だ、今はもうスマホでみんなアクセスできるから、その、めちゃくちゃ、レベル上がってますよ。もうだから、パパ活、ギャラ飲み、みんな、もう使ってますよ。